スワローテールシリーズは当町とせによる SF 小説作品の総称である。作者のシータ11番ホームの妖精と同一世界であると明言はされていないが、技術流派三層家、JRCD、世代型人工知能などの用語には合致が見られる。作者のツイッターによれば、パラレルワールドの関係にあり、設定の矛盾点については、スワローテールシリーズを優先するとしている。 種のアポトーシスと呼ばれる原因不明の症状が蔓延した世界。感染者はパンデミックを防ぐため男女別による隔離生活を関東湾に浮かぶ人工島東京自治区で送っていた。異性を失った自治区では新たな伴侶として人を模して作られた人工妖精、フィギュアが人間と共に生活を送り微細機械。 マイクロマシンで構成される高度な文明を有す自治区では様々な政治的問題を含みながらも理想の安寧社会を実現しているかのようであった。人工少女販売どころ東京自治区創立20周年を迎えた頃男性側自治区では連続殺人犯通称傘持ちアンブレラによる事件が多発していた。人口妖精フィギュアの上げは自警団 イエローの蘇田洋平と共に、傘持ちを追うが、事件は、自治区の根幹を揺るがす事態へと進展していく。様々な暴略の先に挙げ派は、自身の出生と、自治区の命運を担う決断を迫られる。土木質水木質下木質風木質東京自治区宇つき、あゆ編、東進地とせ監修、スワローテールシリーズ予報集世界の概略図、S。 F マガジン2012年11月号 https コロンスラッシュスラッシュツイッタードットコムスラッシュ tomachitos e スラッシュステータスラッシュ366822489931784192ありがとうございます。